いやー、せつなけいづきだよ。今回もやっていきたいと思います。箱庭の歌。よし。あ、じゃ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 、今のなし、今のなし。スタートちゃうよ。スタートちゃうよ。前もやったよ、こんなミス。前回のあらすじ。サッカーの対決が終わり、みんなでアイスを食べに行きました。こんな、こんな、こんな美味しいものがあったなんて。小鳥ちゃん、ちょっとそれはいささか大げさにすぎませんか。相当の衝撃だったのだろう。小鳥さんはしばらく固まっていた。ほら、早く食べないと溶けちゃうわよ。それはもったいない。こう見たらこの二人親子みたいです。アイスツーアイスです。マウスツーマウスみたいですね。言うけど、まあ口とアイスをくっつけるからアイスツーアイス、ん？マウスツーアイスかな。マウスツーアイスって言ってもいいでしょう。どうでもいいや。サイのやりとりを超巻きに眺める青春です。あー、久しぶり見たね君、コナミちゃん。最近3年生の授業の風景ばっかだったから君のことを忘れかけてたよ。君みたいなロリッコもいたことを忘れていましたね。何があったのじゃ。ああ、サッカー勝ったんだよ。日本代表か。いや、体育だよ。ふーむ。二人の代わりように、コナミは驚いているようだ。でも日本代表レベルやもんな、代わりようが。日本代表が勝ったレベルや優勝したレベルの代わりようだったもんな。でも、どっちがどう変わったっていうことはない。どっちの今までの二人のままだ。そう、ただ相手のことを知らなかっただけで。手がベタベタする。だから早く食べろって言ったじゃないのよ。えずきママみたいになってますね。早く食べろって言ったじゃないのよって、ちょっとおせっかいですね。えずきママ、えずきママは今日も元気。えずきみたいには早く食べれない。そりゃあそうだ。食いしん坊のいずいず姉さんと同じ土俵に立てるやつはいねえよ。あ、いずいず姉さん。変な言葉覚えるな。小鳥ちゃんの辞書の中にいずいず姉さんという言葉ができました。楽しそうで何よりだ。ほんとだ、楽しいね。で、本拠地に向かう道すがら、いずきと隣になった。おっと、りょうすけ、小鳥ちゃんだけでなく、いずきにもアプローチをかけるのかい。焼いてたね。もういいの。いいって何が。いや、小鳥さんのこと。昨日はあんなに怒ってたじゃん。こないや、夏雪たちと前に歩く小鳥さんを眺めながら、いずきはふうと息を吐き出す。よくわかんない。友達って思えるのか、そうじゃないのか、好きなのか、やっぱり嫌いなのか、全部含めてまだわかんない。だってまだ今日話すようになったばっかだもん。まあそりゃそうだよな。うん、でもさ、一つだけわかったことがあるよ。ん？思ったよりちゃんと話できるなってこと。ま、人形みたいって感想は今も変わんないけどさ、本当は人間なのかもって思えた。これまで人間じゃなかった、人間だとは思ってなかったみたいな。ここは陰陽師の世界ではありませんよ。そういう操り音像師的なそんなんはないよ。そりゃ人間だろう。うん、そんなの当たり前だけどさ。でも何か感じたんだ。初めてあの子を見たとき、この子は普通じゃないって。コナミの言う通り怖かったんだと思う。今はだからまだわかんないって言ってるじゃん。そういうことでいいじゃん、とりあえず。そういった伊豆の表情はとても穏やかなものだった。青春してるよ。その顔を見ていたら安心してしまった。いらっしゃいです。何をにやけて気持ち悪いわね。
にやけてねえし、こんな顔だし、いつもこんな顔だし、いつもにやけてるって顔です。そして本拠地に戻ってきました。というわけで、あ、コナミの声、前からやいよった暴れん坊のサンタクロースの声にしようかな。どんな声だったかな。ジングルー、これやな。というわけで最多祭会議のじゃ。いやー、さすが兄弟、この変な声の二人です。本拠地に着くとすぐに会議が始まった。明るく前に早終わらせないといけないからの、みんな、なんて言うと、建設的な話し合いを心がけるのじゃよ。なぜ最年少が仕切る。そうだぞ。あ、こんな声じゃない、なつき、こんな声じゃない。あれ、どんな声だ。そうだぞ、分かってんだろうな。これだ、お前だよ。ところで、なんでコナミが仕切ってるんだ。俺が指名した。そろそろコナミにも一人前になってもらわないと困るからな。おお、兄としての、兄としての弟を育てる弟思いですね、夏雪。お、弟じゃないわ、妹じゃ。なんか勝手にコナミちゃんを、コナミちゃんを 弟扱い、男扱いしてしまった。ごめんな、コナミちゃん。というわけじゃ、アユニーが仕切りたいのならば、すぐにでも譲る所存じゃぞ。いやいや、こいつらをまとめるなんて、そんなの罰ゲーム以外に何者でもないじゃないか。声を分けるの難しそう。難しいですよ。ちょっとやってみましょうか。なのじゃ。おい、立ち行き。むずいな、これ。夏行きよりはしっかりしてるよな、コナミ。その通りなんですよ。コナミちゃんはね、なんつうか、バカというよりかは天然なんですよね。なんつうか、素でなんか変なこと言ったりとか、そういうの方が多い。まだ愛せるタイプです。随分な言い方じゃないのよ。実際その通りだろ。え、なんですって。おう、余計なことはいいから帰っちゃってば。おっと、コナミちゃんリーダーシップ発揮しとんで、最年少なのに。すぐに脱線するんだから、もう。かわいいね、怒った顔が。悪かったわね。じゃあとりあえず何の電流してやりたいか、それぐらい上げていってもらおうかの。リーダーシップちゃんとできとる。むしろこの中の全員よりコナミの方がいい。なんか立派やな。コナミちゃん、最年少のリーダーってかっこいいと思うよ。目指せ、目指せ。イの一番に夏雪が右手を上げる。俺は射的だな、前にも言ったけど。射的です。夏雪、その射的はもしかして人間狙って撃つやつじゃないかな。そういう危ないことを考えたんじゃないかな。射的ったって肝心の景品はどうすんのよ。そうやな、射的って言ったら景品が目当てでやるもんよな。実はね、ナウなんですよ。俺の地元ですぐ近くのところでね、実はお祭りやよんですよ、今始まったところ。俺あんまそういうの好きじゃないけんいかんけどね。俺の地元のお祭りってなんか射的ないんよな。やけん俺リアルに射的でどんな商品が並んどるもんかってのわからんのですけどね。どんなもんなんだろう。定番としてはぬいぐるみとかがアニメでは定番で出てくるけど。川の石でも拾ってくるんじゃないの。お前誰か欲しがるんや。その射的や坊ちゃんしか来んぞ。坊ちゃんしか来んぞ。お前金払ってでもやるん。グリコとかおもちゃ。ああ、なるほどね。そういうちょっと小さめのおもちゃなんやね。なるほど。誰がそんなもん喜ぶわけ。坊ちゃん最後まで行けって、あの涼介さんのサインにする、サイン入りにするんだよ。おお、なるほどね。あの涼介さんのサインならたかが石でもお客さん来るかもしれないわね。涼介どんな立場なんこの町で。や、待ってよ、最近のその変なキャラ付けは何なんだ。涼介すごい人だったの。小鳥ちゃん目光らせんでいいよ。こいつが勝手に言うだけだ。別に俺は何も変なことしてないよ。違う、そんな設定ないから。
さあ残念そうにしたんじゃないよ。俺のことをウルトラマンか仮面ライダーかそのあたりと思ったな。違うよ。残念。ていうか小鳥ちゃん、君のことをプリキュアみたいに可愛らしく思うよ。なんでだよ。というかどんな銃を使ったらサインかけるぐらい大きな石を撃ち落とせるんだ。確かに本物だったら撃ち落とすというよりか撃ち抜きになってしまうぞ。大丈夫か。ああ盲点だったな。そりゃ一番気をつけなあかんところやけんな。縁日で死人出すところか。お前は実銃でもなきゃ無理だろうな。死人出るわそんなん。すると小鳥さんが僕の服の裾を掴んできた。涼介。ん？イリナに言えば用意できるかも。銃。せんでいいわ。それはせんでいいわ。やめとけお前。そういう国家の機関の力使わんでいいわ。縁日ごときで。しなくてもいいから。ダメだから。そう。残念な顔するな。残念な顔はもういいよ。はあ、涼介さんがラブソングで有名になるだろう。そしたら涼介さん効果で射的も繁盛って魂胆だったんだけどな。あ、そこでつなげてくるんだ。パートナーもかで歌いよったな。そりゃ涼介、あの時の黒歴史を忘れんぞ。すげえ伏線だろ。しょうもねえよ。もう脱線ダメって言っておるじゃろ。本当にそうするんだから。もうしょうがねえだろ。そういう病気なんだよ俺たちは。さ待って、お前はそうかもしれないが俺を巻き込むな。え。知っていたかコナミ、この島に住んでいる人間はな、14歳を過ぎるとみんなこうなってしまうんだ。なんだと。フード病なんだよ。子供のうちはかからない。お前ももうすぐだな。まあ今のうちに束の間の平穏を謳歌するといいさ。そんな。ああ嘘だから大丈夫よ。コナミ、サツの話進めて。そんな。もうなんなんじゃ。もうわしは視界は降りる。プンプン。これぐらいで降りる視界だったら最初からやらなければいい。次の視界はことねえじゃ。え、小鳥ちゃんが仕切り始める。みんなの視線が小鳥さんに向く。私、そうじゃ。困惑の表情を浮かべたまま小鳥さんは立ち上がる。そりゃそうだ、小鳥さんはこういう体験したことないぞ。大丈夫か小鳥さん、まとめれるのか。まず自分の頭の中をまとめれなそうだ。大丈夫だか。何をすればいいの。みんなの話を聞いて一つ意味をまとめればいいんだよ。わかった。おっと、やる気満々だ。あんたとりあえず何でも理解はするのね。夏月は射程は射的、伊月は。私はやっぱり食べ物屋さんかな。道具は今からでも間に合うのか。今週中に申し込めば大丈夫らしいわ。それならいいな。伊月は食べ物屋さん、歩は。お、俺か。俺はそうだな、金魚すくいとか。意外とお前子供っぽいぞ。金魚すくいとか子供がめちゃくちゃ熱中するやつじゃ。でもな、歩一つだけ言わせていい、中学生ぐらいになったらもう金魚の取れなさにさイライラしてさ、もう金魚すくいとか幻想のものになってくるんぞ。分かっとるか。実際俺はな、もう小学校高学年の頃になったら金魚すくいなんかやらんようになったけんな、取れんけん。金魚すくい知らない。小鳥ちゃん、金魚すくい知らない。あ、後で説明するよ。うん。わー、花火上がってる。おかんめ、親フラの時に窓開けあって、窓開けんかったら外の音漏れるやろ。入ってくるやろマイクに。まっ、めっちゃでかい音してる。聞こえとんかな視聴者さん。俺の家の外でめちゃくちゃパンパン言ってますよ。聞こえとんかな。怖いね。
っていうか、金魚なんてちゃっちいこと言うなよ。どうせなら錦鯉とかにしようぜ。お前呼吸感すごいぞ。それなやばいぞ。もう庭とかで飼いようやつじゃ。お金持ちが庭とかで飼いようやつじゃ。救えねえ。どこから調達してくるつもりだ。 IM は金魚すくい、コナミは？そうじゃな、本当は海軍グッズ販売が理想じゃが、間を取っておめえ屋さんはどうじゃろ。さすが中学1年生、まだ子供だ。おめんって言うたら仮面ライダーとかそのあたりになるんだろうな。コナミちゃんは何が好きなのかい？え、マジでコナミちゃんそんなん好きな？ババアか。なんて言ったかは視聴者さんの考えに基づいて、考えにちょっとお任せします。なんと何の間を取ったのよ。コナミはお面、リョウスキは？え、僕はちょっと待って、リョウスキはお前そんな筋肉系の人間だったか。選択肢全部ホルモンなんやけど。どうする、これどうする、視聴者さんこれどうする、視聴者さんこれどうする、どのホルモンがいい。どれがいいじゃなくてどのホルモンがいいってなってしまった。視聴者さんこれどれがいい、どのホルモンがいい、これ視聴者さんこれどのホルモンがいいかな。上のホルモン、下のホルモン、真ん中のホルモン、真ん中を了解しました。真ん中のホルモンぽい。本当やで、お前。どうしちゃったんだ僕は。で、何なんだお前、俺が聞きたいわ。なんで頭の中にホルモンしか浮かんでこないんだ。お前そんなホルモンキャラか、そんなマッチョな筋肉質なキャラクターだった。細マッチョか、お前は。早く言いなさいよ、ないとかダメだからね。ホルモン。はぁ、ホルモン、なんでだ。いや、なんかホルモンしか浮かんでこなくて。ひどいなこれ。ひどい展開やなこれ。涼介、今までの話どこからホルモンって言葉出てくるんや。肉食いよった描写なんかなかったし。変なやつだな。今のは変じゃわ、今のは変じゃわ。夏行きが言ってもいいぐらい変だったわ。ホルモン3連ちゃん。ジェットストリームアタックがホルモンでできたよ。ジェットホルモンアタックやん。ようわからん。もういいだろ、流してよ。ホルモンって興味津々だな小鳥ちゃん。それも後で説明するから。ということで小鳥さん以外の意見が揃った。と言っても俺は小鳥ちゃんがなんて言いたいか分かるんですけどね。なんて言おう、こう聞かれたらなんて言うかっていうのは大体分かる。みんなの意見をまとめた結果、お面をかぶった金魚を撃ち抜いて食べることもできるホルモン屋さんに。そういう、まずまとめるじゃねえや。待ちなさいよ、まとめ方が雑すぎるわ。ホルモン屋しかいいアイデアがないな。その通りですな。かろうじてお面はよしとしよう。お面とお面もよしやけど、合わさらんなこれ。どうやっても合わさらんなこれ。ストレートにまとめてきたの。ほんとだよ、まとめろって言うたけど、もうそのまま合体したよ。塩水だな、水と塩を混ぜて塩水作ったようなもんだな。え、もう無駄に食べ物屋でいいじゃないのよ。涼介も一応食べ物だし多数決でさ。それは民主主義の悪い例だ。俺は断固として射的を押す。俺はもう何でもいい。うん、僕も。その後も伊豆木と夏行きの話は続き。どうなったんだろう。夜になった、夜になったで。っていうか腹減ったな。決まってないな。さては決まってないな。お前すっかり気楽なっちゃったの。もう夜になっていた。どんだけ話しとったんや。話し合いだけでもうさ、対抗の試合でもう終わったんかな。そういえばこの前、江月のところのばあさんがいろいろ置いていったぞ。
そうなの？伊月が冷蔵庫に近寄りドアを開ける。あ、本当だ。結構いろいろある。マジで？じゃあここで夕飯を済ませようぜ。そうね。お腹も空いたし。それじゃあ家に連絡を入れないとあかんの？そうだね。みんなそれぞれの家に連絡を取り始める。こういうことは珍しくないので、みんなすぐに通話が終わる。なるほど。もうここで暮らすことっても慣れたもんなんやな。小鳥は夕飯食べていける？聞いてみる。携帯を手に取って小鳥さんも電話をかけ始める。もしもし、エリナ？しばらくして通話を終えた小鳥さんが携帯を下した。いいって。よかった、イーナさん物分かりはいいや。あ、そう、よかったわね。なあ、リョウスケ。アユムがここで話しかけてくる。イーナって誰かわかるか？これは答えていいものなのか？え？いや、親戚とかなんじゃない？ふむ、そうか、まあいいが。やっぱごまかした。さすがにあの件は言えない。あ、焼きそばがあるわね。焼きそばにしよっか。おお、いいね。粉チーズ多めでよろしくな。粉チーズ多めってそういうんかけるんでパスタじゃね？合うんか？ほら、伊月が疑問に思ってるぞ。ねえコナミ、なんじゃ？東道家は焼きそばに粉チーズかけるの？え？いや、そんな文化はないが。夏雪のセンスだ。じゃあ、あの僕は何年で粉チーズが言い出したの？さあ、兄上なりのボケなんじゃなかろうか？そうなの？うるせえな、ノリで言っただけだよ。焼きそばだけにノリでな。夏雪寒いよ。兄上が珍しく顔を赤くしておる。かわいいの。ミスった時の顔だ、夏雪。やーいやーい、ミスミス。はい、うるせえよこっち。みんなめっちゃ怒ってる。そんなこんなでこの世は夕食ほどなくして、えずきの焼きそばが出来上がった。えずき、料理できるのかお前。いいじゃないか。作る方も食う方も好きってことか。いいね、いいお嫁さんになるかもしれんな。室内にいい匂いが漂う。エズネは勉強ができなくても料理ができるから将来は安心じゃの。ああ、さすが食いしん坊のイズネ姉さんだぜ。作る方も立派だな。東道家は料理没収されたいな。早く食べようや。そうね。じゃあどうぞ召し上がれ。いただきます。ところでさ、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、伊月って怒ったら怖いよね。なんか男みたいな声になってさ。夕食食べてない俺の飯テロかな。違うな、飯テロ。伊月ってもしかして料理できんかもしれんやん。料理できんかもしれんやん。ゲホーって吐く人が出てくるかもしれんやん。僕の横で小鳥さんが真剣な目で皿の上の焼きそばを見つめていた。そしてゆっくり麺を口へと運んでいく。一噛み二噛みして、お前さ、アイスの時もそうだったようだ。初めて食ったもんに対してはこんな顔しかできんのかお前は。ハムハム、むくむく。エンジンがかかったのように食べるスピードが急上昇し始めた。そんなに勢いよく食べると喉詰まらせるわよ。伊月、またお母さんみたいなこと言い出した。それにしても伊月って料理できるんだね。うまいんだね伊月。な、何よこれ。なんだっけ？え、これって焼きそばのこと？焼きそば、焼きそば。噛み締めるように何度か復唱する小鳥さん。そして、こんなに美味しいものアイス以来。アイス以来で結構間が空いとるとは言えんけどな。数日ぐらいの話なんやけどな。小鳥ちゃん結構美味しいものにはちょっと飢えとったやな。
いいなさん何食わせよったんだ。焼きそば食ってこんなに美味しいものアイス以来って言わせるって。いいなさんどんな飯食わせよったん。いいなさん料理できんタイプかな。いづきすごい。興奮した様子で小鳥さんはいづきの顔をもじもじと見つける。逆にアイス以外食べてるのか。怪しい。あ、そういやなんか牢獄の庭でいづきなんか言おったな。牢獄の庭で、これの前作の牢獄の庭で、あ、ここに再生リストへ飛ぶためのボタンを置いとくんで、ちょっとクリックしたら飛べるようにしょんで、ちょっと気になる人は見てくださいね。まあその牢獄の庭でさ、今言うたイリナって人が主人公で出てくるんですけど、料理イリナもちょっと大食いなんやけど、料理の方は下手って言おったな。まさか小鳥ちゃんそのイリナさんの下手な料理ばっか食いようけうまいもの食ってないんじゃ。なるほどな、繋がってきたわ。そんなことないわよ。普通よ。ハムハムハム。次の週間には食べるのを再開している小鳥さん、おちょくってるな。食べることに必死になっているその姿は数日前のアイスの時と同じで、まるで子供のようだった。もう子供を見るような母親の目です。ふふ。ねえ凌介、僕らに聞こえるようにえずきがここで話しかけてくる。ん？今なんとなくわかった。私この子のこと嫌いということではないわ。多分。多分かよ。ってわけでちょっと、はいはい、とんなというわけでちょっと親フラでタイミング逃したけど、生放送の方ではタイミング逃したんですけど、正直はい、ここで終わりとさせていただきます。中途半端なとこですいません。セーブはしました。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け親フラ怖なんかギギで終わろうとした時タイミングでおかん来てさ、生放送じゃ終わりきれんかったわ。親フラ怖。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、早速ケンスキの動画を見よう。